カガヤン川は、フィリピンルソン島北東部のカガヤンバレー地方を流れる河川。フィリピンで最長の河川である。故障は、リオグランデでカガヤン川。トゥゲガラオのブントゥン橋付近1720年に、ジュアン・ルイス・デ・アコスタにより描かれたカガヤン川流域、コチズルソン島の中央東部、ヌエバ・ビスカヤ州のカラバリオ山脈を水源とする。 シエラ・マドレ山脈とコルディレラ・セントラル山脈の間を北上してイサベラ州、カガヤン州を通過し、チコ川・ヤマガット川など大小の支流を合わせる。カガヤン州アパリでバブヤン海峡に流入する。延長 520km、流域面積27,300平方キロメートルは共にルソン島及びフィリピンで最大である。 中赤平野として広大で肥沃な輝山平野を形成しており、稲作やタバコ、トウモロコシ、ココヤシなどを中心に農業開発が行われ、フィリピンの重要な農業地帯となっている。特に、タバコ場は、キューバ産のハバナシガーに並んで巧妙なマニラシガーの生産中心地として知られる。沿岸の主要都市は、トゥゲガラオ、イラガン、河口にあるアパリなど、 小規模な気線であれば、川口から約 100km 程度の航行が可能である。流域の気候は全体的に寒気が不明瞭で、年間の降水量は1500から2000ミリメートルである。パシック川やアグの川など他のルソン島主要河川に比べると相対的に雨量が少ない方に属する。上流及び下流部は色かの属、中流部は タガログ族の居住地域となっている。カガヤン川流域はフィリピン最大の平野であるが台風やモンスーン等による豪雨のため毎年のように激しい洪水が発生しそのためフィリピン国内でも開発が遅れた地域となっている。特に下流部の河川協作部が原因でその上流に広がる工作地域に頻繁に洪水を引き起こし主要産業である農業に 大きな被害を与えている。一方で、財政的な制約もあって、河川改修や堤防などの治水施設の整備が進んでおらず、治水計画は日本に委ねられている。下流から記載、ありがとうございます。